こんにちは。今回は焼肉ランチの紹介です。皆さん、焼肉はご褒美の時に食べませんか？結構ランチがお得なんですよ。それでは紹介していきます。1軒目は吉野家さん、牛カルビ鉄板焼き定食です。吉野家さんの場合は定食を頼むとご飯がおかわり無料で食べれます。焼肉牛カルビ定食、鉄板焼きと牛皿が食べれます。すごいボリュームでしょう。これで908円。吉野家の焼肉のタレがまた濃くて美味しいんですよ。これご飯大盛りですね。おかわりは無料なんでどんどん食べれますよ。それでは2軒目の紹介です。生野区にオープン、牛角焼肉食べ放題のランチに来ました。平日限定でございます。牛角の平日ランチは定食か食べ放題が選べます。平日のみのお気軽ランチを頼んでみます。ご飯は大中小まで無料です。特大から150円追加になります。平日の牛角は冷麺が半額で食べれるからご飯を半分にしますよ。水とスープはセルフサービスになってます。ここに取りに行きます。これで1078円。牛バラは 190g。 こんな薄いバラが一番うまいですよ。牛角さんのタレがまたうまい。牛角冷麺、具材はキムチとネギだけですね。次の店は東京チカラ飯。東京チカラ飯は定食を頼むとご飯は何杯食べても無料。店内はカウンター席、テーブル席があります。力飯980円、豚バラ、牛バラ、唐揚げ付き。肉の下にはもやしが大量に入っています。定食はご飯何杯食べても無料です。ご飯ください。次の店は一人焼肉のお店です。八尾有尾店、11時からオープン。店内はカウンター席とテーブル席。今回注文するのはオープンから2時までの限定定食でございます。すごいボリュームでしょう。ここもご飯は何杯食べても無料です。
日は焼肉一番の平日限定のランチを食べに来ました。これが平日ボリュームランチですね。お肉は 200g、 JR 鶴橋駅から徒歩3分の情熱ホルモン、土日限定のランチを食べに来ました。醤油と味噌だれ、柔らかハラミとホルモン定食。これでバカはい、定食、はい、ビビンバに原稿、これで990円。
ください。